き、土星、ナノ胞子解禁。いよいよナノ胞子が解禁され、これで通常素材が一通り揃うことになった。しかしここで入手できる武器はもう攻略武器としては入手時期が遅すぎて、よっぽどの性能でない限りほとんど MR の肥やしになるだろう。敵レベル20を超え敵の攻撃もだんだん痛くなってくる。被弾すると簡単にダウンさせられるためとにかく動き回ろう。さらにライノ、ヴァルキリーなど耐久力のあるフレームで耐えてもいいし、ニクスやノバのアビリティで CC クラウドコントロールさせるとなおよし。またダメージを減少させるアーマーを持つグリニアがいよいよ本格的に硬くなってくる。属性を合わせないとろくにダメージが入らないため、武器に電気属性と毒属性を乗せて敵アーマーを溶かす腐食属性にして戦おう。土星ボスからはエンバーのパーツ設計図が入手できる。というわけでまずは土星で入手できるフレームから。エンバー、神経センサー1、モービックス2、コントロールモジュール1、オロキンセル1、総計95000クレジット、量。すべてを燃やし尽くす炎のフレーム。土星ボスからパーツ設計図がドロップする。1番は火球を放ち、2番は敵に火炎ダメージ 2.5 倍デバフと小スタンを巻く。3番は炎のエンジンを設置し、範囲ダメージしつつ味方武器に炎属性を追加する。4番は周囲の敵を自動で燃やし尽くす持続式アビリティ。4番による範囲内自動攻撃が最大の特徴。素材集めも経験値稼ぎもレアアイテム獲得も、すべてコンテンツ周回が前提となるこのウォーフレームにおいて、エンバー4番の敵自動攻撃は大変便利で、プレイヤーを移動操作のみに集中させ、労力を削減できるため周回が大幅に楽になる。少し硬い敵も2番デバフで 2.5 倍ダメージを与えられ自己完結している。反面1番と3番はあまり使い道がない。育て切ればレベル50以下の雑魚敵は大体燃やし尽くせ、ほとんどのプレイヤーが通常遊ぶであろう。ウォーフレームのメインコンテンツのほぼ9割は、彼女の4番自動攻撃でただ移動するだけで何もせず攻略できる。さらに4番増強で範囲内の敵を確定ノックダウンさせることができ、すぐさま倒せない敵もずっと拘束し続けることができる。増強のおかげでトグル式 CC クラウドコントロールアビとしても活用でき、4番発動中のエンバーはほぼ周りに敵なしの状態にもできる。しかし今年に4番発動55秒で威力2倍、消費エネルギー2倍、範囲半減と変更。4番範囲は炎上なので実質15秒で陰面積で範囲4分の1に縮小され、火力は強化されたが消費エネルギー倍と移動距離が倍以上に増え、使い勝手が去年から大幅に落ちた。現在はエネルギー効率と範囲を最大に積まないと、とても4番を満足に扱えない極めてピーキーなフレームである。そして極めたとしても通用するのはレベル50までである。最も揃っていないうちは正直使いにくさの方が目立つ。レベル50以上の高レベル、装備などでは、敵のステータスにアビリティダメージが追いつかなくなるので、4番増強で自身の周りの敵を確定ノックダウンさせ続けるくらいしかできない。その4番増強も自身の周囲にしか展開できないため他 CC フレームに身を取りする。きちんとモッドを揃えればゲームコンテンツの9割を制覇できるが、残り1割の高レベル、装備のエンドゲームは大の苦手で正直敵はない。その低レベルコンテンツも今度のフレームでもクリアできるので別にエンバーでなくていい。とにかく楽したい、最短効率で周回したい場合エンバーの出番があるかもしれない。何よりも最大の弱点は便利さゆえのつまらなさ。エンバーなら銃も近接攻撃もしなくていいし、ミッションをただ最短経路で駆け抜けるだけという、仲間も自身も何もしなくていいという脳死プレイに陥りやすいこと。楽しむためにゲームをプレイしているのに、何もしなくていいならば、何のためにプレイしているのかわからなくなってしまう。効率プレイは便利で美味しいが、必ずしも楽しいわけではないため使いすぎには気をつけよう。次、プライマリ武器。バーストン、MR0、ナノ胞子600、計3万クレジット、MR の肥やし。基礎ダメージ30の3点バーストで火力は偽売りの3点バーストセカンダリ、シカルスに近い。MR0 と最序盤から手の届く3点バースト銃だが、制作土星で入手は遅すぎる。土星に来て偽売りのシカルスの火力を今更手に入れても役に立たない。本来は火星あたりで制作できれば出番はあったはずなのだが。ドラクブーン、MR5、モーフィッツ5、ナノ胞子5500、計6万クレジット、MR の肥やし。チャージ式ショットガン。そのため操作感は弓に近い。基礎ダメージ700は一見良さげだが、わざわざチャージ 0.5 秒しないといけず、しかもショットガンで距離減衰があるため、近距離でチャージしないといけないので使いにくい。それでも今年に入りチャージ時間が短縮され扱いやすさは増した方である。クリも状態異常もないため伸びしろは低い。先の話になるが優秀な大砲武器皿の素材になる。ハーパック、MR7、アルゴンクリスタル2、ナノ胞子6000、計7万クレジット、両、序盤。グリニア製3点バーストハープーン10、弾速のある森を射出する。今年に入り大幅に強化され、基礎ダメージ50にクリ 2.3 倍 20%、状態異常 17%、マガジン 45mm リロード2秒と良い性能になった。しかし反動は悪くないが精度が低く、弾速もあるため当てにくい。速着弾でない、低精度、3点バーストとかなり癖はあるが、MR7 の中盤を乗り切れるバースト銃としてはそこそこ使える。またセカンダリ射撃で内臓盛りを打ち込み、敵を引き寄せる機能がある。引っ張られた敵はノックダウンするため、敵集団から強敵だけを狙い撃ちして引きずり寄せ、近接ダウンフィニッシャーで仕留める戦法が有用。ニュータリストセルノス、MR7、セルノス1、プラスチド1400、クライオテック1200、ナノ胞子2300、総計75000クレジット、両。感染体に侵食されてしまった弓のセルノス。
セルノスとほぼ同じ基礎ダメージ225に毒属性50の毒夢を発生させる毒矢を放つ。毒夢の効果半径は3メートルで10秒ほど継続してダメージを与える。状態異常 49% と大変高く、それでいてクリティカルは 15% と弓として低い。そのため他の弓のように、チャージして一発の矢でクリティカルで倒す武器ではなく、次々言って高い状態異常率の毒斬りで、敵を状態まみれにする武器である。武器自体に毒属性が備わっているため属性モッドを1枚節約できる。おすすめは爆発腐食属性で、爆発で転倒させ敵を毒斬りにはまらせ腐食で削る構成。しかし毒斬りによるダメージは低いのでクリティカルが出てもあまりダメージは伸びない。敵を倒すより状態まみれにする武器として扱おう。パリス、MR3、ナノ法師2000、計35000クレジット、MR の肥やし。序盤のチュートリアル武器マーク1パリスの正式版。マーク1より威力 1.5 倍の基礎ダメージ180と強化されている。しかし土星に来てようやく入手は遅すぎる。あまりにも遅すぎて亀裂ミッションに積極的に参加している人ならば、先に強化版のパリスプライムがすでに制作してあるかもしれない。せめて火星で作れれば出番はあったのだが。次、セカンダリ。バリスティカ、MR2、ニューロード3、ガリウム4、ナノ法師3000、計65000クレジット、MR の肥やし。弾速のある矢を4点バースト、もしくは弓のようにチャージして強力な一発を打てるクロスボウ。バースト銃としては弾速があり、しかも左右にブレるため当てにくい。しかも4点バーストなので弾消費も早く、マガジン16に頻繁なリロード2秒が発生する。一方チャージすることで一発を4倍に強力にして撃つことができ、セカンダリ弓として扱うことができる。4点バースト銃としてはいまいち使いにくい銃だが、セカンダリ弓としては使いやすい面白い武器。しかし弓として見た場合グリ 1.5 倍 15% は低すぎる。バースト銃としては状態異常 10% と低いので火力も状態異常も伸びない。バーストはナリファイア対策としては優秀。セストラ、MR4、設計図エウロパジャンクションクリア報酬、ニューロード2、ナノ法師3000、制作費25000クレジット、MR の肥やし。基礎ダメージ28の弾速の遅いエネルギー光弾を発射するフルオートピストル。高い状態異常 20% が特徴。今年のバランス調整で反動と精度が改善され去年よりは使いやすくなっているが、未だ反動が強く弾速のある弾が散らばり命中率は低い。区内、MR2、ナノ法師4000、計30000クレジット、MR の肥やし。チュートリアル武器マーク1区内の通常版がようやく登場。遅すぎる。使用感はマーク1版と変わらず、基礎ダメージ40から46とわずかな上昇のみ。投石武器でもすでに飛行やスピラを用意できるとあって、区内の出番は MR の肥やし、そして近接武器キペドウの素材のみである。実質、MR9、ニューロード2、ナノ法師900、計50000クレジット、MR の肥やし。弾速の遅い腐食属性のダーツ矢を発射するセミオートピストル。しかし弾速がセミオート弾速ピストルボルト以上に遅く、中距離以降はかなり当てにくい。腐食属性のためグリニアに対して即戦力になれるが、MR9 ロックと入手は遅く、かなり癖があるためおすすめできない。バイパー、MR4、ナノ法師900、計40000クレジット、MR の肥やし。グリニア製フルオートマシンピストル。基礎ダメージ17にグリ 1.5 倍 15%、状態異常 11%。弱い。精度は悪く豆鉄砲を高速でばらまき、マガジン14にリロード 0.7 秒で火力が見合っていない。今年少し強化され特に予備弾数が210から420と2倍になったが変わらず弱い。しかしレア素材を用いず費用も安いため、土星に着いたらとりあえず作って MR の肥やしにするといいだろう。ツイン版の素材になる他優秀なフルオートピストル、ヒストリックスの素材にもなる。ツインバイパーズ、MR5、バイパー2、オロキンセル1、総計115000クレジット、MR の肥やし。フルオートマシンピストルバイパーの2丁持ち。バイパーから基本性能は変わらず、マガジン2倍で2倍撃てるようになった豆鉄砲。今年所持弾数2倍の420になったが、シングル版以上の低精度で命中率はさらに悪化したため弾消費がかなり激しい。攻略でツインフルオートピストルを使いたいなら、ボイドで制作できるアクザミの方がおすすめ。ヒストリックス、MR7、ボルト1、バイパー1、コントロールモジュール15、総計130000クレジット、U。ようやく土星でおすすめできる武器を紹介できる。18年春フレームの甲羅と共に実装したセカンダリ。弾速のあるダーツ矢をフルオートで発射する。セカンダリ射撃でダーツ矢の追加効果が火炎、霊気、電気、毒の4属性に切り替わり、装備した属性モッドとは別で確定状態異常を発生する。特に毒と火炎は追加ダメージを与え総火力約 1.5 倍になり強力。基本的にはヘルスに直接追加ダメージを及ぼす毒属性がおすすめ。基本性能が基礎ダメージ36、グリ 2.2 倍 24%、状態異常 10% と優秀で、特にクリティカルの高さから火力が伸びやすい。武器機能の状態異常の追加ダメージもクリティカルになるため火力はさらに伸びる。状態異常が少し低いのが気になるが、フルオートの連射力と武器機能の確定状態異常でカバーできる。弾速もそこまで遅くなく、精度も高く素直な性能で扱いやすい。ただフルオートでマガジン16はリロード 1.7 秒が頻発しすぎるため、リロード速度モッドを入れるとよし。制作には武器2つとコントロールモジュールを15個も必要だが、高いクリティカルと確定状態異常による追加ダメージで終盤まで通用するスペックを持つ。気に入ったらカタリスト、フォーマを投入して育成しよう。多分フレーム本体の甲羅より使えるのは内緒。
次、近接武器。アンキロス、MR0、ナノ砲士700、K45000 クレジット、MR の肥やし。両手に装備するガントレット武器。遅い攻撃速度と低い火力、密着しないと当たらない攻撃範囲でおすすめしない。グローブ機リプカス、ガントレット武器鉄鋼の素材。リプカス、MR3、アンキロス1、デュアルクリーバーズ1、テルルニ、フォーマ1、総計20万クレジット、MR の肥やし。両手にチェーンソーブレードを装着するグローブ機。グローは攻撃範囲が敵に密着しないと当たらないほど狭い。基礎ダメージ55、攻撃速度 0.833、クリ2倍 20%、状態異常 15% と一見悪くない性能だが、攻撃範囲が狭い武器で攻撃速度が遅いのは致命的。それでいて入手に武器2つとフォーマ1つは制作コストが高すぎる。素材のデュアルクリーバーズの方が強い。テコー、MR2、アンキロス1、ガリウム5、総計9万クレジット、量。切断7割のガントレット拳武器。基礎ダメージ45、攻撃速度 0.917、クリ2倍 30%、状態異常 10%。目を引くのはクリ2倍 30% で、コンボ数に応じてクリ率上昇のブラッドラッシュを積めばわずか5ヒットで確定クリティカルになる。攻撃速度こそ遅いものクリが高いのでバーサーカーで十分補強可能。攻撃範囲の狭ささえ克服できれば最強の拳武器となる。しかし近接 3.0 で肝心のブラッドラッシュ弱体化の噂もあるため、状態異常の低い本武器がどうなるか心配されている。エーテルダガーズ、MR0、設計図クエスト奪われた野望報酬、ナノ砲士1200、制作費2万クレジット、MR の肥やし。刀身の綺麗なダガーの二刀流。一応クエスト報酬なので割とレアなのだが、性能は悲惨で基礎ダメージ45の少し遅い攻撃速度 0.833、クリ 1.5 倍 5% に状態異常 15% と弱い。火力は低く、デュアルダガーとあってデュアルソード以下の攻撃範囲の狭い MR の肥やし。通常入手は一度きりなので途中で手放したりせず、レベル30にしてから売却しよう。ただ最近救済措置として、草原イベント疫病の保守報酬にエーテルダガーの設計図が並ぶことになった。ファング、MR0、ナノ砲士900、計4万クレジット、MR の肥やし。先のエーテルダガーズと同じく基本性能は悲惨で攻撃範囲が狭いデュアルダガー。制作素材が安い MR の肥やし。フラックス、MR0、ナノ砲士1000、計4万5000クレジット、MR の肥やし。店売りのマーク1フラックスの正式版。しかしあまり強化されておらず低火力、遅い攻撃速度、狭い攻撃範囲はそのまま。同時期のガントレット武器アンキロスは、まだ他武器の素材として出番があるが、それより悪い MR の肥やし。草原高レベル以来に強化版フラックスレースが報酬としてある。グレイブ、MR1、設計図アラート報酬、モーフィックス10、ナノ砲士6000、制作費1万5000クレジット、MR の肥やし。近接攻撃長押しで投擲することができるブーメラン武器。投擲攻撃後敵や壁を跳ね返って手元に戻ってくる。普通の近接武器として殴ると攻撃範囲は狭いが、投擲攻撃で遠距離攻撃できるのが特徴。投擲攻撃にも近接モッドは適用されるため、属性モッドの他コンディションオーバーロードで火力を上げてブーメランを投げつけると強力。また投擲時の挙動を変化させるブーメラン専用モッドもある。さらにブーメランは片手持ちのシングルセカンダリと同時持ちが可能。このシングルセカンダリと同時持ちした時の攻撃モーションが速度、ヒット数、範囲ともに優秀で、近接武器として殴りたいなら下手に持ち替えるより、シングルセカンダリとの同時持ちの方が強力。さらに同時持ち時は投擲する際、レティクルが青くなった瞬間タイミングよくボタンを離すことで投擲速度と威力を強化したチャージ投擲を放つテクニックも可能。以上のことからブーメランはその近接攻撃として使うと微妙だが、セカンダリとの同時持ち、または遠距離攻撃できる近接武器としては優秀。そんなブーメランの最初に紹介するのがこのグレイブなのだが、基礎ダメージ45攻撃速度1、クリ2倍 10%、状態異常 10% と殴り性能は平凡、投擲ダメージ200と食極性に7問とマドライが1つずつあるのが少し使えるくらいか、何よりも設計図入手がアラート報酬すなわち運、制作できたとしても土星でこの性能では公約上あまり役に立たない。グレイブは入手が運に左右されるため、ブーメラン入門としては同時期制作できるケストレルの方がおすすめ。ハリカー、MR7、アルゴンクリスタル2、ナノ砲士5000、オプシウム500、MR の肥やし。ジェット推進力を採用したグリニア製ブーメラン。グレイブを一回り強化した性能で基礎ダメージ45、攻撃速度 1.17、クリ2倍 10% は同じだが状態異常 20% と高い。投擲ダメージは200、特殊効果として命中した敵をノックバックしさらにそこそこの確率で武装解除する。しかし制作にアルゴンクリスタルに加えオプシウム、MR7 ロックと入手は中盤から。中盤武器としては悪くない性能だが、攻撃範囲の広い近接を持つ方が有用な場合が多い。ブーメラン武器が好きならば出番があるか。ヘイト、MR2、モーフィックス10、ナノ砲士6000、量。ストーカーの使用する鎌武器で彼から設計図がドロップする。基礎ダメージ70、攻撃速度 0.917、クリ 2.5 倍 20%、状態異常 15% とカスタマイズ武器の近接像を除けば、サイズカテゴリの中では1位のスペック。クリ 2.5 倍あるのは偉いが、サイズなので範囲も狭くモーションも遅くヒット数も少なく、火力に乏しく使いづらい。近接リワークではそんなサイズカテゴリは廃止でヘビーに統合されるらしいが、より攻撃範囲の広い体験に勝てるかどうか。
シールド、MR7、小掛1、二単抽出物3、総計9万クレジット、両。両手足に装備する格闘武器。水星で製作できた格闘武器小掛を素材とする。基礎ダメージ55攻撃速度1、クリ3倍 15%、状態異常 5% とすがすがしいクリティカル特化武器。武器自体にクリティカルヒットするとダメージの 5% のヘルス回復効果と、さらに15秒間ヘルス上限を上昇させる効果を持つ。クイック近接でも発動可能。クリ3倍なので火力の伸びはすごいが、反面状態異常 5% なのでコンディションオーバーロードは期待できない。格闘武器なので範囲は狭いが敵の懐に潜り込みさえすれば、回復しながら殴れ、君が死ぬまで殴るのをやめない不沈感になれるのが強力。貴重な2ターンも要求するが、殴って手軽に回復したいならこのヒールドを使うといいだろう。コンボ数に応じてクリティカル率上昇のブラッドラッシュと相性がいいが、近接 3.0 でブラッドラッシュを取り上げられるのを懸念されている。ケストレル、MR0、ナノ胞子5000、モーフィックス8、計3万5000クレジット、両、序盤。近接長押しで投擲できる衝撃比重のブーメラン。基本性能は基礎ダメージ35、攻撃速度 1.08、クリ2倍 10%、状態異常 10%、投擲ダメージはグレイブより低い150。投擲命中で敵を吹き飛ばす特殊効果がある。グレイブと同じく近接武器としては弱く、セカンダリとの同時持ちか、遠距離攻撃できる近接武器として使うべき。ケストレルは特にブーメランの飛翔速度が最も速く扱いやすいが、投擲攻撃の敵吹き飛ばしは場合によっては使いにくいかもしれない。設計図が見せ売りのためグレイブと違い確実に入手可能なので、ブーメラン入門としておすすめできる。ステルス近接のみ使用可能な一部マスタリー試験で、時間はかかるが遠距離から安全に攻撃できると出番があるかもしれない。もし試験で詰まったらブーメランの存在を思い出してあげよう。クローカー、MR5、テルル5、オプシウム125、計4万5000クレジット、両。火星編で紹介し忘れた、元やアークウィングミッションのレア素材テルル5つが製作に重いシングルソード。しかし要求素材の重さに見合う性能で、攻撃速度こそ 0.833 と遅いものの、他ソードの2倍の基礎ダメージ70、ソードの中で最も高いクリ 1.7 倍 29%、状態異常も 19% と高く全ソード中最も恵まれたステータスを誇る、攻略上では木製で紹介したプロモコードで入手できるヒートソードがライバルだが、クローカーはヒートソードの 1.6 倍ある基礎ダメージ70に加え、クリ率 29% もあるため伸びしろはこちらが大きく上回る、とはいえやはりソードなので攻撃範囲が狭く、プロも入手のヒートソードはカタリスト備え付けで最も容量2倍状態なので、クローカーに優先してまでカタリストを投入するかは微妙である。ソードが好きならば育ててよい。クローネン、MR3、アルゴンクリスタル2、ナノ胞子2000、計8万5000クレジット、MR の肥やし。基礎ダメージ65のトンファー。スピンアタック390、状態異常 20% と高いが、クリ 1.5 倍 5% で攻撃範囲も狭く、土星で入手できる武器としては厳しい。同じトンファー武器ボルデースの素材となる。ボルデース、MR2、ボルト1、クローネン1、ガリウム2、総計14万5000クレジット、MR の肥やし。先のクローネンと序盤ライフルボルトを素材にしたトンファー。攻撃速度が低下した代わりに基礎ダメージ85とスピンアタック510、状態異常率 25% と上昇している。クローネンよりマシになったが相変わらずクリはないし攻撃範囲も狭い。トンファーを使いたいならば2ターンを用いるがオーマを使うべきである。マイヤ、MR0、神経センサー2、ナノ胞子1500、計3万5000クレジット、MR の肥やし。特殊機能としてダメージに毒属性 10% が上乗せされる剣。ただし剣なので範囲は狭く、低い基礎ダメージ35も相まって効果を実感しにくい。かつてはエクスカリバー4番にこの特殊機能がなぜか適用されたため、マヤを装備するだけでカリバー4番に毒ダメージ 10% 追加と、ほぼカリバー5用足しな使い道があったが、今年アビリティモッドの独立化に伴い廃止、MR の肥やし以外の出番はなくなった。結構先の冥王星のエリスジャンクション報酬に設計図があるが、すでにこの時点で攻略武器としても価値は苦しいので、無理に作らなくてよい。シペド、MR6、クナイ1、ボウ1、総計10万クレジット、U。切断8割の基礎ダメージ50、攻撃速度 1.33、クリ2倍 25%、状態異常 25% の近接像を除けば最強のスタッフ、杖武器。素材にクナイを用いるため製作は土星と入手は遅い。基礎ダメージが若干低いが最速な攻撃速度 1.33 に高いクリ率と状態異常率で、コンディションオーバーロードブラッドラッシュ複合ビルドが組める強武器。スタッフはボールアームより少し範囲は狭いが、シペドーは高性能うっぷりからモーション違いのボールアームのように扱うことができる。オルソスから乗り換える武器としては十分でシペドのままでも強いが、さらに最強状態異常近接レシオンの素材ともなる。レシオン、MR8、シペドー1、ニューロード4、総計14万クレジット、U。現環境最強近接のエントリーだ。基礎ダメージ100攻撃速度1、クリ2倍わずか 5% だが状態異常 30% が非常に高い状態異常特化ボールアーム。状態異常発生時に毒属性 15%、状態異常 20% が加算される。このため属性モッドを1枚節約でき状態異常モスで 50% に達する。かかっている状態異常ごとに火力 1.6 倍上段されるコンディションオーバーロードと特に相性が良く、瞬く間に敵を状態まみれにし火力があっという間に跳ね上がる。クリティカルは低いが、スラカククリ率 90% 加算するネーミングストライクや、手数の多いボールアームモーションでブラッドラッシュでフォローすることも一応可能。
コンディションオーバーロードはおそらく近接 3.0 でも有用なため、クリティカル近接武器が軒並み弱体化に怯える中、レシオヌは近接 3.0 でも生き残ることだろう。現環境に最も適しており、近接像に対抗できる数少ない一振りである。コンディションオーバーロードを入手してからが本番だが、攻略上 MR8 に上がってレシオンを作れば、土星以降の攻略から高レベル、装丁と長く愛用できるだろう。唯一の欠点は見た目にそぐわないボールアームの中でも最も狭い攻撃範囲のみ。最もこの火力でオルソス並みの範囲だったら、完全に環境を支配し他近接を駆逐していたであろうから仕方ない。土星で製作できる武器は以上。次はその他センチネル。金星で作ったタクソンの仲間をようやく制作可能になる。タクソンの時で紹介した全センチネル共通モッド、アイテム自動収集モッドバキューム、プレイヤーシールド即時全開モッドガーディアンは、全センチネルが持てる機能なためここでは省略する。キャリアー、MR0、コントロールモジュール3、ナノ胞子1500、総計115,000クレジット、U。所持弾数増加及び弾薬変換機能を持つセンチネル。専用モッドアモケースを装備することで予備弾数 25% 増加し、拾った弾薬を装備中の武器弾薬に変換する。装備中の武器がライフル、ピストルの場合拾った他弾薬の 25% を、ショットガン、スナイパーライフルの場合 100% を変換する。これまで紹介した弾効率の悪い射撃武器のほとんどを、キャリアさえいればほぼ運用可能になるほど補給能力に優れる。実質弾変換モッドを各武器に装備しているのと同じ効果で、フレーム武器を選ばず弾切れに悩まされなくなるため強力。一方でキャリアの基本攻撃範囲はわずか10メートルで近距離しかカバーできないため攻撃は苦手。初期武器スイーパーは衝撃比重のショットガンなので近距離で敵をノックバックさせやすく、誤信程度にはなる。センチネルは武器も弱く、攻撃させなければ狙われにくく壊されにくくなるため、いっそ攻撃させないのも選択肢。かつてはアイテム吸収のバキュームがキャリア専用とあって実質ペットはこれ一択な時代があった。現在バキュームは全センチネル共通、いずれクブローケバットバンバキュームも追加予定とあり他のペット選択肢も増えている。それでも10プレイで弾切れに悩まされたくないならばぜひこのキャリアを使おう。逆に弾切れに悩まない武器や、アビリティ近接主体であればキャリアの優先度は下がる。デスキューブ、MR0、コントロールモジュール1、ナノ胞子200、総計115,000クレジット、MR の肥やし。攻撃型のセンチネル。固有アビリティモッドベーパライズで放射線ダメージ900の高威力ビームを放てるが、強角化、攻撃範囲わずか4メートル、クールダウン30秒で使いにくく無視してよい。一方基本攻撃範囲は30メートルと射程が長く、積極的にセンチネル武器で攻撃を行うが、問題はセンチネル武器はプレイヤー武器ほどステータスが優秀でないこと。当たり前か。デスキューブの初期武器でスマシーンライフルは基礎ダメージ5、クリニバイ 5%、状態異常 1% と特に悲惨。さらにセンチネル武器のモッドはプレイヤーの装備モッドを共有できないため、本当に強くしたいなら武器モッドをもう1セット用意しないといけないため育成コストは倍かかる。基本ステータスがプレイヤー武器よりずっと低いため見返りはわずかしかなく、茨の道でおすすめしない。そんなデスキューブは長らく MR の肥やしとして冬の時代だったのだが、つい最近の10月アップデでシマリス増強モッドに、デスキューブ本体がキルもしくはキルアシストを10回達成するたびエネルギーオーブを生成する機能を獲得した、キルアシストでも発動するため、デスキューブ自身射程もあり射線さえ通っていれば割と簡単に条件が達成できるのではなかろうか。その場合武器はデスマシンライフルより攻撃しているのがわかりやすい氷レーザーのアータックスの方がいいかもしれない。条件こそあるものの定期的にエネルギー回復できれば強力なので、今年デスキューブは MR の肥やしから脱却できるか注目している。ディリガ、MR0、アルゴンクリスタル2、プラスチド350、総計115,000クレジット、MR の肥やし。てっきり他センチネルと同じくナノ胞子を要すると思い込んでいたが、素材的に実はボイドで制作可能な第2センチネル。基本攻撃範囲70メートルと射程が長く、スナイパーライフルである初期武器ブルクロックを用いて遠距離狙撃を行い、さらに道中のトラップを解除する能力を持つ。また基本シールドこそ50と他センチネル100の半分だが、ヘルスは他センチネル200より高い350のため耐久力に優れる。初期武器ブルクロックは弾速ありの電気75、クリ 2.5 倍 30%、状態異常 20% とセンチネル武器にしては捨てに恵まれているが、発射速度が 0.15 と遅すぎる。育てればセンチネル武器としては強くなれ、実際に敵を倒すことはできるが、そのためだけにもう1セットライフルモッドをフル強化するのはかなり大変でおすすめしない。固有アビリティモッドが2種あり単体敵を感電させ長時間拘束するエレクトロパルス、10メートル内の近距離の敵複数を感電させスタンさせるアークコイルがあるが、CC としては不安定であくまで敵に近づかれた際の誤信程度にしかならない。遠距離はセンチネル武器、近距離はアビリティで多少対応できるが、基本的には長い攻撃射程を生かし敵を近づけさせない遠距離攻撃主体の運用となる。そしてそのためにはセンチネル武器も育成しライフルモッドをもう1セット揃えると敷居がかなり高い。以上のことからディリガはあまり初心者にはおすすめできない。トラップ解除は便利だが他のセンチネルに対抗するには弱い。攻略中ボイドでタクソンからディリガへ乗り換えるには総計110,000クレジットが高いのと、タクソンのオーバーシールドの方がフレームに関わらず初心者の耐久力を上げられるため便利か。シェード、MR0、コントロールモジュール1、ナノ胞子200、総計115,000クレジット、量。プレイヤーを透明化できるステルスセンチネル。
ティリガと同じくシールド50のヘルス350で耐久力がある。初期センチネル武器は弾速のある3点バーストピストルのバーストレーザー。弾速がある上シェードの基本攻撃範囲は10メートルと、ショットガン並みに短く使いにくい。攻術の透明化を解除させないため一層攻撃させないのもて。固有アビリティモッドゴーストで10メートル内に敵を感知すると、自身とプレイヤーを透明化し、敵から狙われなくさせほとんど好きに行動できるようになる。10秒のクールダウンあり、初心者にとって敵から狙われなくなることが重要で、直接生存力につながり助かる場面もあることだろう。ただしプレイヤーが武器で攻撃したりバレットジャンクすると透明解除、敵から10メートル離れても解除と透明化が維持しにくく、不安定なので過信しないこと。敵を攻撃しない限り敵の隣でずっと透明化できると覚えよう。幸いフレームアビリティでは透明は解除されないため、特にニクスなど脆い CC フレームで定点足止めさせると相性が良い。一方カリバー4番などはしっかり近接攻撃として解除されるため注意。他にも序盤的に囲まれた味方を復活させるとき、透明になって安全に近づく使い方もできる。一方プレイヤーが育ってくるとシェードの透明化は任意に発動できない。そもそも敵が10メートル内にいないと透明化しない、維持できない、そしてそこまで近づかれてしまったならショットガンなり近接で殴った方が良いと、出番も少なくなってゆくだろう。それでも敵の隣で透明になりながら安全に浴び連発できるのは強力なため、高レベルでも機動防衛や防御ミッションなど敵の足止めが有用なミッションで使う機会はあるだろう。総じてシェードの起源次第でいきなり透明化されてもすぐに解除されやすいため、本センチネルを装備中は慎重な行動を心がけよう。すぐ透明解除してしまうなら、使い方が悪いか、使う場面を間違えているため他センチネルの出番だ。ワイラム、MR0、コントロールモジュール1、ナノ胞子200、量。敵吹き飛ばしによる CC アビリティを備えたセンチネル。固有アビリティモッドクラウドディスパージョンは範囲10メートル内に敵が2体以上いると発動し、敵を確実に吹き飛ばす。クールダウン15秒。敵を確実に吹き飛ばすため CC 性能に優れるが、範囲が狭く近距離に2体さえいればとりあえずぶっ放すため、から振りしたり帰って敵が遠くに行って邪魔になることも。また今年シマリス増強モッドでプレイヤーの状態異常を防ぐ機能を獲得した。クールダウン5秒あるため連続攻撃には向かないが、どのフレームであろうと状態異常を5秒ごとに防いでくれるため事故防止になる。よくトラップや爆発に巻き込まれるなら採用の機会はあるか。ワイラムの基本攻撃範囲は30メートル。初期センチネル武器レーザーライフルは弾速のあるフルオート武器だが、マガジンはズカゴのため5点バースト銃としても見える。性能は基礎ダメージ級、クリ 1.3 倍 2.5%、状態異常 2% と試算、精度も悪く弾速もあるため命中率は低い。総じてワイラムは状態異常を防いでくれて、近距離の敵を吹き飛ばす支援センチネルとしてそこそこ使えるか。余談だが外装ロードアウトから、隠しミニゲームワイラミウスという横シューティングゲームを遊べる。以上、マーケット3センチネル5種。弾薬変換機能を持つキャリアが抜きんでて使いやすく、その次に敵の隣でずっと透明になれるシェードが続く。トラップを解除するディリガも初心者には選択肢になるか。先の話になるがシマリス増強を入手できればデスキューブ、ワイラムも十分候補になる。とはいえしばらくはタクソンで十分な場合も多いだろう。以上、これで全8回にわたって地球から土星までとその少し先で入手できる装備を解説した。攻略の旅はまだ中盤だけどもう素材的には一応全ての武器が作れるはず。この先のフレームやグラン武器、イベント武器、プライム武器の評価は19年度版の全武器レビューでやっていくため、本序盤攻略シリーズは一旦ここで終わりです。お付き合いありがとうございました。今回紹介した武器は大半は序盤武器ゆえ性能は低く、ほとんどの人にとってはレベル30にして売却する MR の肥やしとなるだろう。攻略を手助けするためにおすすめ武器も紹介した。序盤で入手できてそのまま最強になれる武器も紹介した。弱い武器がなぜ弱いか、使うべきでない武器とその理由も解説した。しかし何よりも、ゲームは楽しむためにやるものだ。よって結びとしては、攻略で強い武器、おすすめ武器はあれど、最初に話した通り、基本好きな武器をしっかりレベルを上げ、強化したモッドを装備させれば十分活躍できる。好きな武器を使って楽しく遊ぼう。ウォーフレームは5年目に入りフレームは約35種類、武器は300種類を超えつつある。ゲーム環境で主流のスタイル、強い流行りのビルドこそあれど、必ずあなたのプレイスタイルに合うフレームと武器があるはずだ。どうか見つけてぜひ心ゆくまで楽しんでほしい。今回はここまで。少しでも攻略の手助けになれたら、また何か武器に興味を惹かれたら幸いです。また次の動画でお会いしましょう。本シリーズご視聴ありがとうございました。